ほら、そろそろスタジオ入るぞ。切り替えが大事なんだろ。おい、いつき、俺は会社があるからいつでも暇じゃないぞ。演奏に支障をきたすことがあったらまずいだろ。客あってのバンドなんだから、一人で悩むなよ。困った時はお互い様ってことでいいけどさ、寛大な心を持たないとな。はぁ、一度言ったら聞かないだろ、お前。変な言い方をするな！お邪魔しました。